はい、それでは私一人の独壇場になってしまいましたが、もう画面出てますかね。あ、出てないな。皆さん、これがトップ画面ですよ。ですね、ここの会場で皆さんいろんな対戦をご覧になられたと思います。楽しんでますか？ ありがとうございます。で、対戦についてはよく分かったと思いますので、私が少し一人用の遊びを一部ご紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。では、このいろんな遊びから勝ち上がり乱闘というのをご紹介します。勝ち上がり乱闘とは昔シンプルと呼ばれていたモードです。シンプルっていうのは、6人7人ぐらい戦って最後にマスターハンドが出るというゲームだったんですけども、今回それぞれのキャラクターに副題みたいなものがついてるんですね。ロックマンルートはドクターマリオの謎、アイクルートは漆黒の猛者たち、ハイラル乱闘、64オールスターズなどとありますが、この64オールスターズというのは例えば、64番に出ている12人のファイターおよび64番のステージ音楽で楽しむというプリンのルートです。シモンはというと悪魔城スマブラで、市勢ルートが高23点という、女性が23人いるってことですけども、あれスマブラって5人ぐらいしか女性キャラクターっていなくてって思うんですけども、いました。ちゃんと数えれば23人いました。ということで、この静江ルートをプレイしてみようと思います。途中までね、まずこれが初公開の壁画と言います。この壁画は左右にループできるんですね。この、左側の方が緊張感が比較的少なく、だんだん激しい戦いになっていきます。これによって難易度を選ぶことができます。左にほど難易度が高い、最初は本気度 2.0 からです。では、女性高23点始めます。どうですか？早速綺麗どころがいっぱいだ。で、静江さんを使って戦います。ほら、もう静江さんこんなにアグレッシブな静江さんは他に見られないですからね。結構動物の森のキャラクターっていうのは8人全員違うので、こういう個性付けになっていますが、例えばベヨネッタの1と2が違うとかそういうところはないです。これ下ひささで仕掛け埴輪っていうのができるんですね。こう待ち受けて打つとか、あと釣り竿なんてのもあります。おお、みんな頑張りますね。しょうがない、このまんまフィニッシュしちゃいましょう。バケツの水で、パチンコは、村人と同じように使います。一面クリアですね。するとさっきの壁画が少しだけ横にずれるんですね。自分の活躍によってその距離というのは違います。なのでどんどん高い本気度から始めて、本気度 9.9 をクリアできることができるのかという。ボス的なんかはもう、必ずしもマスターハンドとは限らない。あれ？簡単すぎたかな。ちょっと急ぎすぎました。まあ、時間が押してるんで。で、次、今度こそ綺麗どころって感じなんですが、もうここにバトルロイヤルって書いてますよね。バトルロイヤルはつまり他の人もみんな戦ってるってことです。ほったらかしにしても別に構わないです。といういろいろなルールが楽しめる勝ち上がり乱闘というのがあるわけですね。で、静江さんルートはここまでにします。で、ぜひとも見てほしいルートがあります。竜ルート、これ他と違ってちょっと特殊なルールを使っています。どこが特殊かというと、まず、全部終点のステージです。体力性を使っています。アイテム一切なしです。するとこうなる。なんかね、何のゲームやってるか分かんなくなってくるんですね。コマンド必殺技があって、ワンオンワンだから、相手に対して向き直るんですね。こういう原作にあったコンボなんかも使えるわけですが、よく聞こえないでしょうけど音楽にも注目してほしいです。ほら、こうやってピンチのテーマが流れるんですね。体力が低くなると、おっと、
はこれアーケードボードには、いやスト2のアーケードゲームには CPS1 と2という基盤がありまして、基本キャラクターが16人16テーマがあります。実はそれをピンチのテーマも含めて全部内包しています。するとチュンリーのテーマで青いキックが得意な女性とワンワンで戦うということができたりします。まあ、この後実は、赤いプロレスラーとリングで戦うみたいなこともあるんですけど、とりあえずこれはこのぐらいにしまして、勝ち上がりランとぜひ楽しんでいただければと思います。これ実は2人用もできます。2人用になると簡単になると思いますが、でも、タッグのプレーをぜひお楽しみください。だけどやっぱり今回の主役というかぜひとも見せたいのはこのスピリッツ。このスピリッツの中でスピリッツボードというのを楽しんでいきたいと思います。ただしこのスピリッツボードっていうのは実は入った瞬間からランダムなんですね。何が出てくるのか全くわからないんです。だから、プレゼンで失敗をしたり変なこと言っていたり間違えたことを言ったことにもご了承ください、お許しください。ではいきます。出ました。いろんなキャラクターがいますが、せっかくだから一人ずつご紹介していきましょう。これはファイアーエンブレムガイデンシリーズに出るアルマ&セリカ。この2人の幼少期が出てくるのはファイアーエンブレムエコーズです。ファイアーエンブレムガイデン制作当時、車の名前から、それぞれのキャラクターの名前を着想するなんてのがありましてね。セリカは、有名な車種です。アルマはおそらく鈴木アルトからかなと思います。ナッシュ、ガイルが旅に立ったのは親友ナッシュが殺されたからなんですけれども、これはその生前の姿、ストリートファイターゼロシリーズに出ます。ですがその後のシリーズで、秘密結社に改造されて蘇るという、それはそれで不憫な、ことになっています。織部翼、これは幻影異聞録シャープ FE というキャラクターのものです。これでもつまりファイアーエンブレムシリーズなんですね。ミラージュシーダを連れています。カルネージフォームに変身したりもします。テトラ、これは誰なんでしょうね。私は全く正体を知らないので何とも言えないんですけれども、おそらくゼルダの伝説風のタクトに出てくるおそらく女海賊お頭です。ファイアーマン、ドクターライトナンバー007番ファイアーストームをして、ロックマンを苦しめました。弱点になるのはおそらくアイススラッシャーだと思いますね。メガネ花、光神話パルテナの鏡シリーズに出ています。この花メガネという割と人を食った感じのキャラクターなんですが、このモチーフになったのはこの作曲家田中宏和さんだと言われています。ソードマン、これはロックマン8に登場してますね。古代文明からの、ソードを、博物館から奪ったソードを、手にして上半身と下半身が、分かれたまま戦うというようなキャラクターです。この前空中攻撃、ロックマンの前空中攻撃はフレームソードなんですが、これはソードマンの技です。宇宙怪人タタンガ、これはスーパーマリオランドに出ています。サラサランドを制圧してデイジーをさらった張本人なんですけど、クッパほど、しつこくなかったので2回で登場は終わっています。ヘラクレス、これはヘラクレスの栄光、魂の証明に出ているキャラクターですね。この、ヘラクレスは実は自称ヘラクレスだったんですけど、ヘラクレスではなくてネタバレしちゃいますが、その弟エピクレスです。なぜかゆえあってヘラクレスだと思っていたんですね。そして、おなじみのソニック・ザ・ヘッジホッグ2から登場、カオスエメラルドを7つ取ると髪の毛が逆立ち金色になり、金のオーラを放ち高速で空を飛ぶというスーパー何々人みたいな感じの活躍をするスーパーソニックです。いろいろあるんですが、とにかく誰かと戦ってみます。宇宙怪人タタンガと戦ってみましょう。見たところ相手がスーパースコープを持ってるってありますね。キャラクターはリスターでいいや。とりあえず細かい説明は抜きにしてとにかく戦ってみます。これはダークマインドでフランクリンバッジがあるのはまあいいですね。スーパースコープを持ってるっていうことだからとにかくそれは封じられるでしょう。相手がスーパースコープを持ってる、つまりシューティングになってるのは、割とスーパーマリオシリーズでは珍しく、タタンガはあの最後にシューティングで戦いをするというようなものだったんですね。
こうリヒターを使うなら飛び道具とかで飛び道具のリーチをうまく利用して、相手をうまく制圧するというのが良いと思います。あんまりリヒターらしくなかったですかね。最後、このルーレットを使って狙い撃つとタタンガのスピリットが手に入る。まあ一瞬最初は何だか分かんないかもしれないけど、次の戦いでちゃんと説明します。ドラキュラ君もレベルアップしましたね。このファイヤーマンと戦ってみますね。まず左下のヒントをよく見てください。ステージに炎の床を設置、ここが大事です。体力制で相手は下スマッシュをよく使う。そして右上に注目すると攻撃属性、剣の属性であり4200というパワーがついています。それをもとに編成してみます。まずキャラクターは何でも選べます。ここで相手が攻撃属性なので自分は防御属性のどれかを選ばないといけないです。さっきのタタンガもそうでしたね。でパワーを大体合わせるわけですけれども、例えばウィスピーウッズを選んだらパワーはあったが炎が苦手とか書いてますよね。そりゃ良くない。なんかこうやって一つずつ選ぶもいやいや面倒なので、 Y ボタンを押せばいろいろなものを切り替えることができますから、それで設定するのが楽だと思います。で、こういうちょっとパワーが足りない時なんかはおやつを食わすことができます。脇の下で食べてますね。そうするとパワーはガンガン上がる。だからおやつ持つことはいいし、とても大事。そして炎の床対策っていうのもあるんですが、こうやってここから炎の床対策のものを探してるのはやっぱり大変なので、 Y ボタン一発で設定することができます。気に入らなかったらいくらでもこう変えることができます。このイスナっていうのはエバーオアシスというキャラクターの水の精霊です。サガットはご存知ですかね。ファイヤーマン、相手は下スマッシュ攻撃をよく使う。これはフレームブラストのことです。フレームブラスト自体は、原作ではフレームマンというキャラクターが使っていたものなんですけれども、ファイヤーマン自体も、原作では自分で使うときに火柱を上げてたりしましたから、ファイアストームが。それは、大体見て感じファイヤーマンらしいんじゃないかなと思います。そしてロックマンの敵との戦いは基本的に耐久力制になります。スト2と同じですね。まあ下必殺しか使わないんだったらそんなに難しいことはないだろうと思いますが、はい、なんか今ロックマンと戦っていたんだけど本当にファイヤーマンと戦っているような印象ありましたよね。ちゃんと狙い撃つ。ファイヤーマンもアタッカーですね。水が苦手って書いてます。そして力を強やせればちゃんとおやつが入ります。もしも、自分のパワーが上回ってると辛いことになりますね。そして時間が経ったのでメンバーが大きく変わったことは分かりますか。ここでさっきのようにまた一つ一つご紹介してもいいんですが、さすがに時間がないので、それはパッとします。穴埋めとかシャッフルみたいな要素が使えます。このシャッフルを使うと、いろいろなキャラクターを見ることができるんですけども、まあ見ての通りどう考えてもおかしいキャラクターが並んでおりまして、一つのゲームでこれだけのいろんなものと、内包したのは初めてなんではないかなと思います。ニア行ってみましょうか。エースだから強いです。エース以上になるとちょっと準備が必要だと思います。ニアっていうのは、ゼノブレード2シリーズに出ている一番最初の仲間で、横に仲間の白鋼の役目をするガオガイがついてますね。これはちょっと強いかもしれないから本気出していきます。キャラクターも変えていこう。これ知らない人がいる。なんか有名なキャラクターに知らない人がいる。こうやって変えることもできるんですが、このセットを選ぶというのであらかじめ組んでいたセットと変えることもできます。だけどセットパワーがちょっと強いかな。そういう時にはこういうのをちょっと削ることでパワーを減らすみたいなこともできますが、一旦これで活かしてください。こういうふうに、相手が手強いと感じたら
アイテムを使うこともできます。とりあえず護衛弱体化を使って白夜のガオガエンをすぐに何とかしちゃいましょう。広いですね。ちょっと2人を固めていこうかな。ニアは回復してますね。原作でも回復とかをよく使っています。こういう隙の多い技をこういう時に使うのはダメですけどね。そういえばさっきのスカポンは投げが有効って書いてますね。はい、撃破。まずいよ。あ、これ体力系ですね。じゃあそんな難しいことなかったかな。はい、ちゃんとニアの格好してるの分かります？これミーコスチュームです。で、ルーレットにもアイテムが使えます。 Y ボタンでルーレット崩し、 X ボタンでスロールーレットなどを使えばだいぶ簡単になりますよね。でもこうやって失敗をするときには、こうやって失敗するとちょっとあのシールドが削れるんですね。次に会うときに有利になります。という風に遊んでいくのがスピリッツボードというものです。お、クリアゲッターが。今回のクリアゲッターはこうやって一つずつ絵を見ることができるので、それもお楽しみいただければと思います。といろいろご紹介したいんですが、とりあえずフォルタの要素について、この手持ちというところをご紹介します。育てることができるというのは、先ほどお話しした通りです。この人も脇の下で来てますね。で、超過スピリットというのがあって、これにご注目いただきたい。マリア・ラーネット、この時には、チノロンド版なので、これは12歳の時です。四聖獣みたいなキャラクターを使います。それがレベルがいっぱいになると、その5年後マリア・ラーネット17歳、月下の野草局版になります。じゃあネイキッド・スネークは、そりゃネイキッドスネークがこう超過したらやるものなんてなるものなんて決まってますよね。バーチャスミッションとかスネークイーター作戦を超えてなるその姿というのは、はい、ビッグボスです。ビッグボスはメタルキラーという特殊な、超過はスキルというのを持ってるんですけど、そういうふうにキャラクター性も変わってきます。それと返すという要素があります。この何かキャラクターを、例えばあのダブっていればそれを、現実世界に返すみたいな様子なんですけど、レイモンド・ブライスっていうのはディザスターっていう災害ゲームがありまして、その主人公です。どっからでもネタを拾ってきます。こうやって台座が残るのがミソなんですね。じゃあその台座をどうするかというと、呼び出すっていうのがありまして、このキャラクターたちは台座を使って呼び出せるものです。まあ台座にしておかなくてもいいんですけど、例えばこの謎の相撲レスラーがどうやって呼ぶのか、おっさん兄弟、これリズム天国に出たいキャラクターです。ピストン本堂、これ名前か名前なのか。その2人をまず現実世界で返します。すると台座が残ります。それを使ってわしはエドモンド本田でごわす、今後ともよろしくでごわすというような感じで呼び出すことができるんですね。この呼び出すキャラクターっていうのは割とポンチが効いていまして、ハリーとモグラ、これ、何でもいいんですけれども、すれ違いミー伝説の人間大砲に出た忍が入ってますね。このナックルズっていうのはナックルズ・ザ・エキドナっていうんですけどね、そのエキドナっていうのはハリモグラのことなんです実は。なのでハリとモグラを合わせて今後ともよろしくということになると。他のキャラクターもですね、例えばダンボールをカットマンするとペーパーマリオになるとか、ウィスピーウツとウソッキーで立ち木のポーズとか、そんな感じのものがあったりします。だいたいこんな感じなんですが、ちょっといろいろ補足をしておきます。まず困った時にはこのヘルプを見てください。意外といろいろありまして、
ゲーム中にも見られるものもありますが、例えばテクニックとかはこういうふうに、ムービーも含めて解説してくれるんですね。最後には崖をつかまれなくなるというようなことが書かれていたりして、へーって思うじゃないですか。一旦目を通すと良いと思います。また今回技表をちゃんと作りました。これゲーム中にも呼べるんですけれども、なんかこういうキャラクターをいろいろ知ることができるというようなものがあります。他にもスマ知識とか結構攻略本を超えるスケールで出ています。そしていろいろ遊んだらこのショップに通ってください。このショップでやっぱり音楽はみんな集めたいじゃないですか。とにかく音楽集めてください。その音楽も最初から700曲以上は聴けるようにしたんですけれども、800曲を超えるためにはここで買うことが必要なんですね。ファイタースピリットというのは、装備して使うことはできないけれども、アートワークとかを楽しむためのものです。あとミーの服とかも欲しい。対戦の形式によって、儲かるお金というのは変わるんですが、4人対戦なんかしてるとボロッと貯まりますんで、ちょこちょことショップに寄ってください。私の説明はお時間なのでとりあえず以上にしますが、やっぱり皆さんの興味のあるところはこのアドベンチャーモード、ともちびの星だと思います。だけどもこれは、皆さんで買って、その目で試していただければと思います。一応最初はカービィが戦うことになっていますが、どんどん味方が入るとすぐにチェンジすることができます。だんだん、自分が群衆になる様、力を集めていく様というのをスピリットともども遊んでいただければ幸いです。以上にしたいと思いますが、どうですか、楽しんでいただけましたでしょうか。ありがとうございます。では以上でお開きにしたいと思います。発売をお楽しみにしてください。どうもありがとうございました。